たらーん、市場から帰ってきました。早速紹介していきたいと思います。これがドリアンです。これがプラムです。これがドラゴンフルーツです。これがタポジラです。日本にはないです。これがマンゴスチンです。食べていきます。それでは食べていきます。まずこれから抜いていきます。まずここの真ん中を押すみたいです。硬い。あー、なるほど。次は皮を抜きます。皮がすごい分厚い。わー、こんなに分厚いです。そう、全部皮を取ります。あー、もうこのまま食べれるみたいです。大丈夫かな。食べます。美味しい。なんだろうこれ。酸っぱい、ちょっと酸っぱいかもしれないです。でもなんだろう、この表現できない味です。日本にはないですね。うん、切ってもらいました。さすがベトナム人は上手ですね、切るのが。このまま食べるみたいです。うん、あ、なるほど。うん、食べやすい。あん、じゃあ手汚れないんですね。なんだろうこれ。あん、食べやすい、そっちの方が。うん、おいしい。なんだろう、どんな味って言われたらちょっとわかんないけど、うん、甘酸っぱくて美味しいです。タコジラを次は食べていきます。うん、初めて。うわー、柔らかい。もうなんかお芋みたいな匂いがします。違うのかな。すごいさつまいもみたいな匂いがしますけど、じゃがいもみたいな。オッケー。種があります。よし、食べよう。食べまーす。よいしょ。あー、いただきます。なんだろう、おいしいね。なんか甘いですこれ。なんか糖度がめっちゃ高くて、匂いはさつまいもみたいな匂いです。で、食感はなんかすごいみずみずしい感じ。おいしいね。ドラゴンフルーツを食べていきたいと思います。 A few minutes later。 では早速食べたいと思います。ドラゴンフルーツ。味ない。味ないんですけど、これ。え、ドラゴンフルーツ味ない、嘘。え、こういうやつなのかな。ドラゴンフルーツって味ありますか。何もない。もうフォーチュア。甘いですこれ。バベイザー。ドラゴンフルーツって味ありますか。何もない。なるほど、間違いない。うん、でも食感はどうだろう。ちょっと待って、ドラゴンフルーツの味調べ。ドラゴンフルーツは、あー、なるほど。これ沖縄で栽培されてるみたいです。カリウムが豊富に含まれているので、高血圧予防やむくみの予防になるみたいです。みんな食べてみてください。はい、これ最後食べます。うん、おいしい。
ありました？味あった。うん、次はプラム食べたいと思います。よし、おー、わお、硬いですね。では食べます。なんだろう、みずみずしいです。なんか日本の梨とかリンゴみたいな食感ですね。うん、味も若干梨に似てるような気がします。なんだろう、わかんない。ベトナム人はいつも塩とか煮つけて食べるそうです。なくても全然食べられます。味は難しいな。薄い感じ、薄い。次ドリアン食べたいと思います。食べます。初めてです。今まで食べないで生きてきたので初めての挑戦です。やばい、臭い臭い、どうしよう、エロい、やばい気持ち悪い、臭い臭い、やばいなこれ。あー頑張れ。うん、おう、おう、食べます。臭くはない、臭くはないけど、なんだろう、気持ち悪い。OK。 なんかなんだろうこれ、何の味だろう、ちょっと表現できないけど、バン。でもドリアン自体別に臭くはないです、食べれば。でもどんな味だろう、表現できない。食べよ、食べませんえ、でもまあ食べれないことはないです。どんな味だろう、甘くはない。ドリアン、ドリアンってどんな味ですか。cái không ăn được nên bộ quá chị mình xin mai mà sai rồi đấy。5つの種類の果物を食べました。こう今日食べたものは全部初めてのものだったのでとても緊張しました。でもどれもあの美味しくてどれも美味しかったです。一番美味しかったのはこのマンガスチンです。全部食べましたとても美味しかったです。甘酸っぱくて日本にもないような果物だったのでとても美味しく全部いただきました。皆さんもぜひいろんな果物を試してみてください。バイバーイ。